そうですね。僕は実はそういう本は書いてますけど、結論は何かっていうと、男だとか女だとか関係ないっていうのが結論なんですね。あくまでも男だろうが女だろうが、一人の人として接したら別に関係ないんじゃないかっていうのは僕の結論なんですよ。だから例えばさっきのね、パワハラの話とかもちょっと出ましたけども、なんで例えばパワハラしてしまうのかとか、こうそういうことも含めて、さっきのね、夫婦な円満のどうだって話もありましたけど、僕の結論は親しき仲にも礼儀ありだと思ってるんですよ。だから例えば相手が部下だろうが奥さんだろうが子供だろうが、どんな身近な人であろうが、やっぱりいい意味でのしっかりした人としての礼儀を外さないことが僕はポイントじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから例えば女性だろうが、まあ、男性だろうがそうなんですけれども、僕はとにかく人とことを分けるって、これをものすごく意識してるんですよ。例えば彼女たちに何か注意する時とか、改善をしたい、してほしい時とかも必ず言うんですけれども、今回の件は決して何々さんが悪いんじゃないんだと、何々さんのやったことが悪いんだと、たまたまあなたがこれを担当してこのミスを犯しただけであってね、他の人がそれをやってたら他の人がこのミスを犯してた可能性だって全然ある中で、たまたまあなたがやったからあなたがミスしただけであって、あなたが悪いんじゃなくて、あなたのやったことが悪いんだと。だから他のね、方が同じようなミスをしないためにどうしたらいいかっていう、ここにちょっと仕組みを一つ落としたいから、まあいい意味でね、自分がミスしたことをいい意味でポジティブに受け取ってもらって、そこに他の人間が同じミスをしないための仕組みをね、一つ考えて僕に提案してもらえないかっていう話をするんですね。それをことではなく人にフォーカスしてしまうと、やっぱり相手を責めるようなところとか、相手をね、こう、なんとか、っていうようなところになってしまうんで、あくまでも人とことを分けるっていうことがすごく僕は大切だと思ってるんですね。まさにうちで雷カードってのありましてね、雷カードを出したら怒らないっていう仕組みがあるんですよ。いや、本当に。で、雷カードを出したら、相手怒らがない。出すんですか？相手が出いや、すそうじゃなくて、だからお客さんのところで失敗したり、いろいろミスをしたりした場合は、本人かまたその上司が書いて、それをあげたら、怒らないっていう仕組みがあるんですよ。だからバンバン出てくるわけです。怒らないわけ倫理書とかにこう添えられてくるわけですか？倫理書とかに添えです。いられや、てくる倫わ理けで書すとかそういうのね、出てきて、怒らないって。それでもし報告をもらえたら、ボーナス減額って出てるわけですよ。だから怒らないんだけど、どんどんやっぱり出てくるわけですよね。で、それは、どうしてかっていうと、まあ、二度と怒らない仕組みを作ると、本人怒るんじゃなくて、二度と怒らない仕組みを作るのと、みんなの前で報告するんです。それは上司が、誰が失敗したかってことを一切言わずに、次は君だよ、同じ失敗するもんですから、次は君だよって言って雷カードが出て、毎年いっぱい出てくるわけです。で、一番雷カードを出したやつは年間で表彰されるんです。それは僕らの代わりに怒られてくれてありがとうって、そういうね、雷カードってあるんですよ。僕にはその話を取ったある会社で、いっぱい、たくさん失敗したでしょうっていう賞があっなるほどて、ね。たくさん失敗した人を3ヶ月1回かな、なんか表彰するっていう賞があああ、るんなでるほすよ。どね。で、それも、はなからわざと失敗しようと思って失敗する人間なんていいなないという性善説に立って、で、失敗した人っていうのは、他の人が失敗しないための、見本を作ってくれたという位置づけで、あくまでも素晴らしい人だという位置づけで表彰するっていう仕組みでやってる会社さんあるんですよね。ね、やっぱりそうですよね。逆にニコニコカードってなると、お客さんから褒められたら、それをまたみんなの前で褒めてあげる。それはね、本人の名前を言うわけです。やっぱりね、失敗ってね、恐れちゃダメだし、失敗ってね、僕いつも思うんだけど、まあ、どんなこともそうなの、失敗はそれを反省するより、それを二度と起こさない仕組みにしていくっていう、その前向きな対応が良くするような気がするし、また逆に失敗が成功のもとになるわけで、やっぱりそういうのがすごく重要で、失敗をね、徹底的にこう責めるようなところは良くないよね。まあ俺はちょっと知ってんのかもしれない。いや、大丈夫です。完璧な人間いないですから。いや、そうです。僕だったらもうやってますよ。いや、ただ俺はその報告がないことを僕はね、怒ってたわけだよね。いやね、ちょっと僕もちょっと先生のとこ学びに行きたいなと。いや、本当皆さんもね、やっぱりね、やり方の勉強じゃなくてね、
あり方の勉強をやっぱり、ね、これから僕はすごく重要だと思うんですよ。やり方はね、時代とともに変わっちゃうけど、その自分がどうあるべきか、どう行動すべきかっていうのは時代が変わっても変わらないわけ。人間の気持ちってそんなに変わるもんじゃないから、やっぱりだからそういう意味ではね、こういうあり方の勉強をねできるところに学んだら僕はやっぱり強いと思うし、ちょっとうちも役員みんなちょっとこっちに出したいなと、まあ、権限が今ないのでね、権限がないのでまああれなんだけど、お待ちしてます。やっぱりね、いやいや今ねうちの社員はねやっぱりね定着に悩んでるんですよ、社員の。やっぱりね、なんで一生懸命やってるのにね社員が定着しないのかっていうのは自分たちのせいなんだけど、そう思ってないんですよ、なんかね、なんかどっかのせいでみたいに思っちゃってるけど、やっぱり自分たちがそれを実行したら必ずね、でなおかつ定着人がするとノウハウがね残っていくわけですよ。ノウハウせっかく大事に育てたのが、ね、5年10年でやめちゃうなんて言ったらもったいない話なんですよ。だったらやっぱりそういう意味ではそういうねところで勉強させてもらって、で後でパンフレットとかください。ありがとうございます。ね、皆さんもぜひですね、名前なんて言いましたっけ。リーダーズアカデミーです。リーダーズアカデミー、リーダーズアカデミー、はい、ホームページ調べてですね、はい、ぜひ、はい、申し込みしてくださいよ。やっぱりねそれすごく必要だと思う。まず社長が学ぶんだろうな、うん、こういう言葉があるんですよね。三流はお金を残し、二流は事業を残し、一流は人を残すという、こういった言葉があるんですけど、この人を残し人を生かすための組織づくりのルールについてお伝えをしているのがリーダーズアカデミーなんですね。まあ、ルールってどういうことかというと、例えばまあ野球とかサッカーとか、まあ格闘技、あるいはテレビゲームもそうなんですけど、勝つためには必ずルールと戦略って存在するんですよね。例えばルールを知って野球とかサッカーとかテレビゲームやるのと、ルールを知らずしてやるのとでは勝ち負けにこの雲泥の差が出てくるわけですよね。例えば一緒に野球をやってるにもかかわらず、そのチームのメンバーの中にルールを知らないで打った後に三塁ベースに走っていってしまうような選手がいたとしたら、勝てるゲームも勝てやしないってわけですよね。実はこの組織作り人作りにもこのルールってものが存在するっていうのが僕の考え方なんですね。この人作り組織作りのルールについてお伝えしているのが、このリーダーズアカデミーなんです。で、じゃあどんなルールなのかというと、私が提唱している組織作りの三大分野っていうのがあるんですけど、人間学、関係学、組織学というですね。で、この3つの分野をそれぞれ4分割して、組織作りの12分野っていうメソッドで1年間を通して学んでいただくという形になってます。で、この人間学というのは、こういう仕事してるとね、いろいろ質問を受けるわけなんですけど、こう突き詰めると2つしかないなってことが分かってきたんです。1つはどうやったら売り上げ上がるの、どうやったら利益出るのみたいな数字に関することですね。でもう1つはどうやったら人って育つの、部下って育成できるのみたいな人に関することですね。だったら業績を向上させるための人材育成プログラムを作れないかっていうことで開発したメソッドなんですね。で、一番最初にじゃあ何をする必要性があるのかっていうと、どう魅力的なリーダーであるべき か、これが人間学の4分野なんですね。で、魅力的なリーダーになることができたら次に何する必要性があるかって言ったら、自分が指導を育成すべく社員や部下との関係を強化することだっていうことで、この関係学の4分野があって、で、じゃあ関係を強化した部下たち社員たちと次に何するかって言ったら組織力を発揮していくことでしょうということで組織学の4分野があって、この人間学、関係学、組織学の3分野の12メソッドを学んで業績を向上させていただきましょうという、こういうプログラムになっています。最後に会長からも今日のまとめてきたメッセージ、とにかくね、人間学だと僕は思ってるんですよ。やっぱり経営者ってね、やっぱりさっき言った惚れられるためにはやっぱり人間としての魅力、これがないとダメだし、ね、ですからそういう意味では私はそのやり方じゃなくてあり方のね学びをする、人間としてどうあるべきなのかっていう学びをやっぱりするところが重要だというふうに思うし、やり方はね時代とともに変わってくるんですよ、ね。このコロナの前はね、ズームなんてのは誰かね特別な人がやるような世界だったけど、今もう当たり前の世界ですよね。DX だってもうどんどん進むし、なんかこの間の話ではその AI っていうのはこの10年で人間を超えるんだそうですよ、完璧にね。ということになると、やっぱりやり方じゃなくて人間としてのあり方をね学んで
やっていけば、まあ、あの部下の人はねもうそのやり方を学べばいいわけだけど、やっぱりトップとかそれなりの役職の人はあり方を学んでやっていくということと、からさっき話出て仕事は何もしない方がいいんだ、これもう当然ですよ。そうすれば何もしない社長は何やるかっていうと、5年後10年後の商品開発とか5年後10年後のエリア開拓とか、やっぱりその会社のやり方をどうやってね変えていくのかっていうことに全力投球したら会社は伸びるというふうに思いますよ。今のままでね何もしなかったら会社は潰れるんです。ですからそういう意味では何もしないっていう時間ができた社長は会社の5年後10年後どうしたらいいのかっていうことを時間を 100% 使ってできるから、こんな強い会社ないよね。私はそう思います。ぜひ皆さんあり方の勉強をしていただいて、まあ、毎日することがないぐらいの、ね、気持ちで、ただすることがないと男はですね、キャバクラ通いとかですね、ね、あの競馬とかギャンブルとかしちゃうんで、それをしないためにはやっぱり次のね自分のその何か夢をね実現するためのやっぱりことをしていかないとろくでもないことを考えるので、だからね、こちらの学校通って社長が何もすることになってなくなってキャバクラ通いが始まっちゃうと罪な団体になっちゃうので、まあ、そうじゃなくですね、ぜひ次の、ね、ステージを考えるためにそういう時間を取るってことにしていただきたいなと思います。とにかく私どもは日本一多くの100年企業を作るっていうことがあって、今日から皆さんの会社を100年作ってもらうために今日こうやってお招きをして YouTube やってるわけですから、ぜひ皆さんはですね今日から100年ね、90年会社はあと10年で100年これじゃないんですよ。90年経っても今日から100年、90年経った会社が10年後の100年になった時になんと3割も会社がなくなってるんですからね。3割ですよ。時代がね過ぎたらもうもっともっとなくなります。ぜひ皆さんでですねあり方の勉強をしていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。